ですね、先ほど代表が、このロシア問題についてね、戦争について中立とおっしゃいました。私は大変立派な判断だと思います。大勢皆さんがロシアが悪いっていうふうに決めつけたこの雪崩現象の皆さんのこの中でそういう判断をなされるのは立派だと思います。日本は朝鮮戦争、ベトナム戦争、いろんなことの戦後の中で何も戦争手を汚してませんですね。ですから私なんか外国行ってももう日本人っていうだけでとても喜ばれて日本は大好きだと言って大変厚遇されます。そんな日本人がやはり 何においても中立という立場にしてほしいと思います。でジェネスキーさんがこの間の今日の、ニュースに見ますと徴収令状を発令したと、国民に、自分の国民に対してですね、これは私は良くないなと思って、そういう大統領ですからね、ウクライナの方も。ですからその戦争の内容はよく私は分かりません。深い根があると思います。その裏もいろいろあると思います。ですからそれは軽々しくね、あまりなんだかんだって言わなくて、日本は日本の国力を高めるように、庶民がこれの煽りを受けないようにしていただきたいと思うんですが、これが要望です。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎、皆さんからご質問いただいたことに対してお答えをさせていただいています。ご質問いただいた方ありがとうございます。ウクライナ問題に対して日本は徹底して中立であるべきだ、先ほど私そう、発言しました。これは非常に重要です。ただしこれには前提があります。今回の侵略に関して圧倒的にその責任、悪いのはロシアに間違いございません。この侵略に関してロシアは非難されるべきである。一刻も早く攻撃をやめ、そして兵を撤収するべきだ。当たり前です。それを前提とした上で日本は中立を徹底するってことは、これ必要なことだと思ってます。このウクライナ問題に関わるってことに関して専門家と言われる方の意見をちょっと小耳に挟んだりとか、いろんな知識を得ただけで私たちがそこに関して何かものを言えるっていうような状況ではありません。これまでの長い歴史もあったでしょうし、ただ言えることは、一つ言えることは何かって言ったら、一刻も早く停戦、これを導かなきゃいけないってことですね。で、これまで何度も停戦という試みが行われているけれども、それはちゃんと形になってない。でもそれを諦めるわけじゃなく、何度もそれを重ねる必要がある。で、他の国ももちろんトルコだったりフランスだったりっていうところもトライしてますけれど、日本もトライできる国であるというような気概を見せなきゃいけないんです。で、停戦って何かって言ったら、白黒はっきりさせるんじゃないんですよ。まず戦いをやめろと、一旦棚上げだと、そういう状況を担保するのがまず停戦です。で、停戦の合意ってことになってくると、両方の話を聞いていくってことが必要になります。ロシアが悪いのは確実、何やってくれてんだというのはもう当然の話なんですけど、ここから先ロシアを吊るし上げながらさらに孤立化させていくような動きに日本は関わっちゃダメなんですよ。そこに対してカード切れなくなるってことです。冷静に考えてほしい。日本は超大国と面してますよ。中国であったりとかロシアであったりで、この後日本にターンが回ってくるんじゃないかって方々もいらっしゃいますけれども、一番重要なことは何かって言ったら、このウクライナとロシアで起こっている問題に対して、ロシアが悪いことは当然だという姿勢を保ちながら、徹底した人道支援を行って中立を保つっていう、私はそれをやっぱり死守しなきゃいけない、そう思ってます。まずそれが重要だと思ってます。で、一方でこの問題に対して日本がもしも有事になったらどうするのかという議論も様々行われてます。ここで一足飛びに日本の軍備をさらに強化しながら核配備だというような意見も出てますけど、これはちょっと飛びすぎ、これはちょっと無茶苦茶なんです。なぜ無茶苦茶かっていう根拠をちょっとお話したいと思います。ごめんあの出てきたすごいね、ありがとうございます。はい、こちらでございます。国連憲章、旧敵国条項、つまり何かって言ったら、国連の中の憲法みたいな中にある、
この旧敵国条項ってもので日本は敵国とされてるわけですね。第二次世界大戦の戦勝国グループが国連でしょ、国連の常任理事国でしょ。一方で私たちは敗戦国として敵国として認められているというございます。主に構成される内容は107条や53条、国連憲章の107条や53条ってものを中心にするんですけど、国連憲章、旧敵国条項どういう内容なんですかって言ったら、ざっくりですよ、あくまでもごめんなさい、戦後戦勝国側で決めたことを旧敵国が覆すのはなしねってことなんです。領土の問題だったりいろんな問題、他にも旧敵国が不穏な動きをした際には安保理の許可なく強制行動、武力行使などできる。つまり日本が不穏な活動をし始めた、核を配備しようとしているとか敵基地先制能力だったりいろんなものを持ったりとかし始めると、逆に言えばフリーハンド、国連関係なく攻撃しちゃっていいっていうような話になってるんですよ、残念ながら。で、国連憲章にははっきりと国名を明記されてないけれども、大体7カ国ぐらい敵国として認められてるんじゃないかと。日本、ドイツ、イタリア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、フィンランドなど、こういうものを指すと言われているっていうのは外務省も説明しています。で、この敵国条項を削除させようぜっていう動き、国会の中にも私文化している、もうそれ事実上機能してないよねって言われる話があるんですね。じゃあ敵国条項っていうのはこれ削除できるんですかっていうところに注目してみたいと思います。1995年の12月11日に 国連では総会決議が採択されました。どんな内容ですかってことなんですけど、可能な限り近い将来の適切な時期においてこれら敵国条項を憲章から確実に削除するために、憲章108条の改正手続きに従って国連憲章を改正する手続きを取ると決議した。まあ、ややこしい話ですけれども、まあ、敵国っていうもの自体も削除しちまおうぜ、そのためには国連憲章の改正が必要だよねみたいな話の決議を取ったってことです。それだけのこと。じゃあこれでなくなったんですかってことなんですけど、違うんですよ。これだけで削除できないんです。これだけでは削除できない。何が必要？必要なものは国連憲章自体の改正が必要なんです。決議されました、それでなくなりましたじゃない。それは一歩目でしかない。削除するためには国連憲章自体の改正を行わなきゃダメなんですよ。95年から日本はこれ放置し続けてるんですね。はい。常任理事国が反対したらできないんです。これできない。中国はどうだろう、ロシアはどうだろうと思うとなかなか難しい話ですよね。中国、フランス、ロシア、イギリスにアメリカと、この常任理事国の一つでも反対すればこれは前に進まない。はい。旧敵国条項っていうのが私文化してないよ、死んでませんよ、生きてますよというような事例が2019年の1月に実際海外の首脳から発言がございました。こちらです。ラブロフさん、ロシアの外相、2019年の1月16日、北方領土の返還を求める日本の要求は国連憲章に反している、そうおっしゃってます。南クリル諸島の、つまりは北方領土の日本への引き渡しを求める要求は第二次世界大戦の結果は不変であるとする国連憲章の条文に基づく日本の義務に反するものである。ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は記者会見でこのように述べた。日本は国連加盟国となった際に国連憲章を批准しているが、国連憲章107条は第二次世界大戦のすべての結果は揺るがないと規定している。我々は何も要求していない。ただ日本の隣人たちに国連憲章、サンフランシスコ宣言やその他一連の文書に規定された義務に沿った行動をするよう呼びかけているのだと述べたという話なんですね。つまり何かって言ったら、いくら国会の中で生きったこと言ったって無理なんですよ。この現実をすっ飛ばした上で国を守るとか声上げてる奴らは偽物だと思ってください。この現実無視できないんですよ。分かってなくて言ってる可能性もありますよ。でも分かってて言ってるのはもっと立ち悪いってことです。頭抱えますよ。これが私文化するどころか私文化させようがちょっとなくなっちゃってるっていうね。しかもロシアの外相も2019年の段階でこんなこと言っちゃってるってことを考えるんだったら、やはり日本は戦後からの真摯な立場、立ち振る舞いで国際社会と付き合っていくってことを基本にしていかなきゃならないってことなんですよ。
非常に難しい立場ではあるんですけど、そこをやっぱりクリアしていかなきゃならない。日本は鳩で話し合いで、で軍事以外の活動で人道的支援だったり、災害が起こった時に自衛隊は駆けつけるとか、そういった世界に対してある意味で恩を売る、ある意味で日本を守りたいと思ってくれるような、日本が不穏な動きになった時に誰かそこにブレーキをかけてくれるような存在を多く作るということが非常に重要なんだろうと思ってます。ありがとうございます。